皆さんこんにちは。立憲民主党の副代表の衆議院議員原口和弘です。機能的財政論へ第74回、第5回のですね、日本の未来を作る勉強会、この講師でいらっしゃった、森永卓郎先生のお話、なぜ日本は後手後手かということのに続きをやらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ちなみにですね、昨日も申し上げましたが、次の第6回の日本の未来を作る勉強会の講師は卓郎先生のご子息の先生に来ていただくことになってます。浩平先生ですね。では、よろしくお願いします。機能的財政論へ74、第5回、日本の未来を作る勉強会、森永卓郎先生のご講演より、今日はその2回目です。2021年5月29日。そうですね、森永先生のお話を伺ってて、このずっとこの間の資料を先生のお話に沿って読み込んできました。するとですね、やっぱり先生がおっしゃってることが極めて正しいと思います。いろんな資料が残ってるんですね。シカゴボーイズ、シカゴ学派の新自由主義の、まあ、なんていうか牙城って言ってもいいでしょうか。学者さんたちがおられるところですね。で、おられたところって言ったらいいのかな。そこが日本についてどういうことを言っていたか、あるいは、まあ、いくつかの資料をちょっと見てみましょう。不良債権処理の生贄っていう話をなさいましたね。夜の10時からニュースステーションっていう有名な番組があって、まあ、久米宏さんがアンカーというキャスターでですね、大変活躍された番組があって、まあ、反権力というかそういったものだったんですけども、そこに、出演された時のお話をされてましたね。メディアはやっぱりその金融の勉強をしてる人はあまりいないと。で、そこで出ていたもう一人の方の、その非常にその専門家知識の深い方ですね、まあ、実名をここでは挙げておられましたけど、私は今あえてその名前を申し上げませんが、銀行悪者 の巧妙な、嘘がそのフリップには入っていたと自分は感じたと。で、久米さんに説得したんだけど、なかなかそうもいかずに、まあ、日本新興銀行っていうこの銀行の名前を聞けば、どなたかお分かりになるかも分かりません。私たちも、不良債権とですね、何が釣り合ってるんだと。こんだけ不良債権があるのにどうして日本は潰れてないんだと今でも覚えてますが、それとバランスしてるのは巨大な財政赤字じゃないかっていう話をされた記憶があります。まあ、記憶なんで違うかも分かりませんが、UFJ 銀行の金融統合も同じように、されたと。そういう時にですね、不良債権を全部処理してきなさいとデューデリやって、もう身切れにして合併してくださいねと。まあ本当にドラマというか絵に描いたようなですね、厳しいリストラ、そして、潰れなくてよかった会社が潰れていくわけですね。で、これは不良債権先を誰がいくらで買ったかって今から追っかければもう一目瞭然ですよとおっしゃいました。なるほどね。不良債権を処理してですね、不良債権言って、で、それを
法外な値段でですね、債権処理をして、そしてその利益をケイマン島やそういうタックスヘイブンのところに隠すわけですね。まあ金融ハイエナって私たちは言ってましたけども、そのハイエナだらけで日本はどうなったかと。で、政策を決めるために協力していた大企業も、まあ一緒にボロ儲けしましたねと。で、あと20年後ぐらいか、まだ言っちゃいけないことですけども、守秘がかかっててですね、私たちもいくつもこういう場面を見ましたね。つまり不良債権処理の名を借りたハゲタカ。いや、じゃああなたはどうやってたんだと言われるかもわかりませんが、どうぞ国会のビデオ議事録をご覧になってください。権力と、まあ灯籠の斧というか、国会人命を作ってですね、一生懸命退治をしました。それから、もう一つは債務者保護議員連盟というのをですね作って、債務者の方々が、まあ、これも何回か近藤和也さんに今事務局長をしていただいて、私が会長ですけども、債務者はもうお金を借りたらですね、人間としても否定されるように、もうあらゆることをやられましたっていう方々がどれだけ多くおられたか。で、そういう方々に、まあ、正義の弁護士さんがついて、私たちはその人たちと一緒に戦ってきたんですが、まあ、何せ巨大なお金を持ってる。本当に象とアリという感じでしたね。で、これ、ニラ、有名な公益法人ですね、総合開発研究機構さん、何が日本経済の成長を止めたのかというレポートがありました。何が日本経済の成長を止めたのか。これ何年ですかね。そうですね、ちょっと大きくしても、これちょっと原文に当たってみましょう。これ目次なんですね。この目次もちょっと原文に、消しちゃってるかな。あ、ありましたね。こっちですね。あ、たまたまこれ出ましたけども、これはどこの、スタートアップ DB。すごいですね。平成最後の時価総額ランキング。日本と世界、その差を生んだ30年とはと。グローバル時価総額ランキング平成元年と平成31年、これご覧になれますか。これ共有になってるかな。ご覧になってください。世界時価総額ランキング平成元年トップ NTT、 2位日本工業銀行、3位住友銀行、4位富士銀行、5位第一管銀、ワン・ツー・スリーフィニッシュ、日の丸を3本一番高いところに上げられたら素晴らしいと思いますけど、ご覧になってください。3本どころじゃない、5本全部日本。6位が IBM で、次三菱銀行、9東京電力、それからトヨタ、11位。もう日の丸だらけですよね。ところが今どうなってるかっていうと、これ平成31年、まだ令和になる前ですね。アメリカ、アメリカ、アメリカ、ダッチだから、ロイヤルダッチシェル、アメリカ、中国、中国、アメリカ、アメリカ、アメリカ、中国。こんなんですね。日本はやっと50位のうちに43位、トヨタ自動車が出ると。こんな状況ですね。これまとめた方、投資家向けの
ですね。バイスタートアップ DB 編集部、いい資料をまとめていただいてありがとうございます。で、言いたいのはこっちですね。これすごいでしょ。これね、さっき読んだんですけど、このレポート。ちょっとね、なかなかのものですよ。何が日本経済の成長、経済成長を止めたのかと。で、森永先生がおっしゃってた通りのことを書いてあるんですよね。書いてあるように私には見えます。日本経済の成長を止めたものは何か。高齢化と経済成長、高度成長の終焉、輸出主導型の経済成長、成長阻害要因その1、その1ですよ。ゾンビ企業への貸し出しとリストラの欠如。ゾンビ企業ですって、すごいな。成長阻害要因その2、政府規制による制約。成長阻害要因その3、マクロ経済政策の失敗。8、小泉改革の評価。ひえー、小泉改革の主要6分野についての事例研究。金融システム改革、郵政民営化、労働市場改革、農業改革と FTA 政策、構造改革特区、地方財政改革。これ三位一体の改革というやつですね。地方ボロボロになったわけです。これ何のためにやってんですかね。本報告書は、ニラがカリフォルニア大学サンディエゴ、うんぬん、並びにシカゴ大、うんぬん、カヌの方々と、うぬかぬって言ったら悪いですね。ブースビジネススクールのアニル・ガシャップ教授に委託して行った調査研究の成果であると。海外の人に評価してくださってるわけですね。で、そうですね、シカゴの方、カリフォルニア大のサンディエゴ、軍港のある綺麗な街ですね。で、なんて書いてあるかっていうと、さっきの目次通りのことが書いてあるわけですよ。各国別見た外需の重要度、面白い資料がいっぱいありますね。中国と日本の比較、もう比較になりませんって。で、成長阻害要因その1、ゾンビ企業への貸し出しとリストラの欠如。リストラが足りないんです、いうことらしいんですね。で、その結果、もうしんどかなきゃいけない企業がゾンビみたく生き残ってて、それがいるから、日本経済が衰退するんだと。邪魔者を早く整理しろと。こういうことのようなんですね。ゾンビ企業はこのような下限利率を下回る利払いしか行ってない企業として定義されると。血もなみでもね、ちゃんとそれでゾンビこれもすごく、ゾンビ企業比率ってね、ウォーキングデッドっていうすごいドラマがありましたね。まあ、あれ見てるようですね。ウォーキングデッド、企業比率、単純集計による比率、こんなにゾンビ企業がもう低生産性の、もう本当に遠の昔に潰れておかなきゃいけないのは、ご覧になってください。私たちが言ってるところに向けて一気に上がってって、もう高止まりしてるね、産業別ゾンビ企業比率、産業別ゾンビ企業比率、全産業、なんと全産業の 17% がゾンビなんですって。恐ろしいですね。製造業 10% がゾンビ、建設業
なんと3割もがゾンビ。建設業の皆さん、3割が潰れなさいと、残ってはいけませんとおっしゃっておられるようですね。サービス業、一時は4割もゾンビがいたけど、こうもうゾンビどころか、今このコロナでどんどん厳しくなってますよね。不動産業の皆様、なんとか東方ご主人の不動産業の皆様、不動産政治連盟とかよくね、あのポスター貼ってありますけども、約 35%、 いや 37、8% ですね、皆様はゾンビだとおっしゃっておられます。小売卸売りの皆様、約 29% がゾンビであるとおっしゃっておられますね。えで、いろんな数式が書いてあるわけですね。はい。ゾンビ企業が非ゾンビ企業の投資雇用生産性に及ぼす影響と。あなたたちがいるから伸びられないんですよと。これどっかで聞いたことありません？皆さん。この、これ。産業別全生産性横ばいですねと。非製造業、製造業こんな低かったけど、まあ、製造業は少し上がってますねと。いやー、これまあ2011年のものですね。で、この考え方でやってる人って今の内閣に多くないですか？今の内閣に多くないですか？ちょっともう、いや、こういう考え方を提示されているっていうのは、まあ、一つの考え方だなって思います。で、あ、しまった。今の YouTube の方は共有できてなかったですね。すいません。で、何が日本の経済成長を止めたか、ゾンビ企業。そして規制改革、規制緩和の足りなさとおっしゃっておられましたようです。私が読む限りですね。何が日本経済の成長を止めたか、こういう方々がお書きになって、まあ、ニラというのはこういうところだと、研究を積み重ねて骨太の政策を提言すると、うん、大変シンクタンクとしてですね、大事なところだと思いますが、今おっしゃってる結論には私はとても賛成できません。成長阻害要因その1、さっきのところですね。1990年代に出現した問題の一つは、ゾンビ企業の問題であると。ゾンビ企業とは生産性や収益性が低く、本来市場から退出すべきであるにもかかわらず、債権者や政府からの支援により事業を継続している企業と定義できると。ゾンビ企業は事業を継続して本来であれば、より生産性の高い企業に再配置されるべき労働者を雇用し続けることにより、経済の効率性を低下させると。この結果、健全な企業の成長は抑制され、まあ、まさに邪魔だとおっしゃってるわけですね。腐ったみかんは他のみかんを、腐らせるからいなくなりなさいということをおっしゃってるようですね。でも本当ですかね。私、経営の神様っていう松下幸之助さんに教わりましたけども、ゾンビとかいうことは、まあ多分カタカナ語はですね、非常に苦手でいらっしゃいましたから、こんな言葉も使わないし、まあご存知でもなかったと思いますね。明るく暖かくですね、どんな人でも再生して生かすと、人を生かす経営と、ゾンビ、とやってリストラする、ろくでもない経営者に限ってですね、経費を削減し、そして、人をまず最初に切るんだって、ある方が。偉大な経営者の方が、松下さんじゃないですよ、おっしゃってた、今思い出しました。
さっきのこれですね、ゾンビ企業の比率。これ見ると建設業、不動産業、それ何々党の支持基盤じゃないんですか。だから何、そうですね、地方に分配するのはやめなさいと、ゾンビ企業を残すだけだからと、こういうこともあったんじゃないかな。都会の人が一生懸命働いたものをですね、地方交付税とかで地方に持っていくのはおかしいだろうと、地方は自分で勝手にやりなさいと言って合併合併させて地方を疲弊しましたよね。三位一体の改革、ろくでもない改革じゃないですか。違うでしょと、違うだろうってなんか叫んだ国会議員が前 おられましたけども、消費税増税と緊縮こそが日本停滞の環境です。なんつったって総需要が足りないわけですか。世界最大の債権国である日本がその債権を使って日本の人たちに豊かさと富の恩恵を与えてないからじゃないですか。日本の国内に需要が足りない、緊縮と増税でどん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 デフレを進化させていった、デフレにのスパイラルにいった、このグラフは誰だって これですね、ここからずっと落ちていくわけですよ。これ否定できないでしょ。これ縦軸が少し緩やかに書いてるからもっとこんなドンと落ちるんですよ。こっちはもっと分かりやすいですね。こんな風にドコーンと落ちる。5%、8%、10%。で、もう上がり方がどん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 小さくなってるわけですよ。上がりは小さくなって落ち込みがドンと来る。上がりは小さくなって落ち込みがドンと来る。これの連続なんですね。つまり何が足を引っ張ったかって生産性、そんなもんじゃないでしょう。緊縮の失敗でしょ。だって需要がないところに、 GDP が伸びてないところに投資しませんでしょ。このお金をどっかよそに引っ張らなきゃいけない、その理由があったんでしょということを皆さんと共有できたらいいと思います。さっき、まあ、偶然見ましたね。1990年度世界の銀行ランキングは1位が住友銀行、トップ10のうち6が法銀です。懐かしい名前があります。皆さんこの名前を言ってももうお分かりにならないんじゃないですか。日本工業銀行、日本長期信用銀行、日本債券銀行。その間日本はずっと落ち続けているわけですよね。だから財政経済政策の失敗、金融政策の失敗というのは明らかじゃないですか。それをもっと潰れろって、血も涙もない冷たい政治を選ぶのか、いや違うでしょと、総需要を増やして、そして一人一人がこの世界に貸し込んでるこのお金をその恩恵を受けるって、それもいけませんか。朝までなら、これ森永先生ですね。今回コロナの経営危機で陥った大企業のため、なんと産業再生機構を作るんだと、官製ハイエナ、切り売りしてリストラするんだって言ってる人がいたと。で、今内閣の中枢におられるアトキンソンさん、竹中平蔵先生、まあさっきのお考えに近いでしょうね。中小企業を淘汰しなきゃいけない。でも片っ端から中小企業を整理すると何が起きるか。こんな中小企業、日本のその原動力である中小企業、そんなに簡単に潰させていいですか。いかんでしょう。生産性が悪い、それは
そっくりそのままこの関西ハイエナの皆さんに申し上げたいと思いますね。これある雑誌の記事で、どこだったかな、インタビュー記事ですね。私がさ、あの債務者保護議員連盟の会長をやってるんで、そのインタビューだったんじゃないかなと思います。ちょっと資料作ったのもちょっと前なんで、すいません。ちょっと一回共有を停止して、いつもここで止まるという、あ、違った、これじゃない、ちょっと、あ、そっか、これから、すいませんね、ちょっと、あ、これありがとうございます。皆さん書き込んでいただいてですね、あの後で読んでますんで、何をやろうと思ったかというと、これツイッターだからこれですね。ネット IB ニュースっていう、熾烈化する債権回収問題、代議士に聞く原口和弘議員、熾烈な取り立てでですね、銀行が中小企業に融資した債権を債権回収会社に売却し、債権回収会社の取り立てが目に余る事例が九州でも起きています。背景は何ですか？富の偏在、それから中でのまさに、需要不足、そして、不良債権処理に名を借りたハイエナによる、まあ、搾取ですね。これなんだと。もともと金融再生法は RCC、整理回収機構ですね。重戦という特別な、ある意味、バブルに踊って土地転がしや地上げにをした人、特定の人たちで、そこに貢献力を行使しないと整理がつかない特殊な事例を対象にしていたわけです。でももうそれがですね、重戦の処理に代表されるようなものをそんな広げるなんて話はなかったわけです。もう強烈な検察に近いような権限もこの整理回収機構に与えたわけですね。で当時、そんな権限をさらにさらに拡大するなんて話はなかった。いわゆる金融再生法53条買取についてもですね、あるいは一般金融機関の不良債権にしても、そこまで権限を与えるのは法律の拡大解釈ではないか。もっと言うと、金融円滑化法で各県も今、新しい経済政策をまとめているけども、まあ、この時、上田さんが埼玉知事でしたけども、椎名先生という弁護士さんと一緒にですね、日本一中小企業貸し出しの多い、しっかりと支える、冷たく切り離すマネーじゃなくて、むさぼるマネーじゃなくて、温かく育むマネーに変えていくんだと。で、埼玉県は連帯保証人なしと、まあ、こんな債務者保護議員連盟ですね。で、森永先生がおっしゃっているように、昨日、ダイエーの例をお話ししましたけども、地価が安定するのをちょっと待てば、もう再生する。本事業そのものは赤ではない。だけど、土地の下落によって赤になっちゃってる。で、それを変えなきゃいけないっていう話だったんですね。それがうまくいきませんでした。
こうやってツイッターライブっていうか、ね、皆さん、どの資料の話をしてるか、途中から参加したか、ちんぷんかんぷん。原口さん、松下さんの時代とは違うんですよって。それは分かってますよ。でもね、違うからこそ、共通のことが大事なんですよ。よいしょ。まあ、この資料、読んでいただければありがたいと思います。で、シャープ3よ、潰して潰して潰して、創造性の海が失われるんだと。生活基盤もなくなる。生産基盤もなくなる。30% 以上の企業が赤字で、借金で潰されて、で、そこにハゲタカの出番だと。松尾教授がおっしゃってますね。コロナショックドクトリン。これ、ナオミ・クラインさんのショックドクトリン。ショックドクトリンっていうと、まあ、特段、例えばリーマンショック級の、ショックが来た。あるいは、私たちが金融再生法を作った時のような金融危機が来た。今回のコロナ危機が来た。で、この災害をですね、逆にその、機化として、人々の生き地を吸う。そういうものがいるんだと。庶民の大切な資産を奪っていくものは何か、誰か。これ、ちょっと前の歴史を振り返れば分かりますよ。そんな話でしたね。いやー、森永先生、本当にズバッとおっしゃってですね、ぜひ、皆さん、これ、YouTube にしてますんで、ご覧になってください。さっき、どの資料を言ってるか分かんないってことだったから、もう一回ね、簡単に今日のおさらいをして終わりたいと思います。今日は、なぜ日本は後手後手かという森永卓郎先生のご講演からその2なんですけども、不良債権処理の名を借りたハゲタカ、そして日本は増税と緊縮で世界で有数のトップランキングを走っていた企業も、もうトップどころか、トップ50に入っているのはトヨタ1社だけ。他はまさに不良債権の餌食。昨日言いましたね。生贄を持ってこいと。まあ、そんなこと言うかなと思いますけど、結果はそんな風になってるわけですね。で、何が日本経済の成長を止めたかと、有名なシンクタンクの、これ2011年7月のレポート。で、そこにもですね、シカゴ大学の方、カリフォルニア大学の方が、成長の阻害要因の第一として、ゾンビ企業がいるからだと。本来だったら潰れとかなきゃいけないのに、潰れ損なってるのが日本の衰退の原因だとおっしゃってる。で、こともあろうに、産業別のゾンビ企業比率をお作りになってる。まあ、だから自民党もぶっ壊さなきゃいけないとおっしゃったんでしょうね。支持基盤ですもんね。でも、違うでしょと。増税と緊縮で日本の需要そのものが失われていて、そしてそのリストラと非常なコストカットによって、あるいは海外展開、わけもわからん海外展開してですね、そしてどれだけの企業がその富を奪われたか、奪われるだけじゃなくて今もそれこそ負債を負ってですね、技術だけ取られて青息吐息になっている企業どれだけありますか。それ変えなきゃいけないんですよ。護送船団に戻れって言ってるんじゃないです。少なくとも今のこの財政の間違ったトレンドを変えて積極財政にして、そして消費税はなくして、日本の中の力を今蘇らさなければずっと衰退していきます。アジアの東の追っ果てにですね、衰退したどこの国か分かんないものが残ってるんじゃないかって言った作家がいましたけど、今まさにそんな文化的にも
その経済的にもあるいは社会的にも大変なピンチを迎えているということを申し上げたいと思います。おっと、次の予定が来ました。ではお付き合いいただいてありがとうございました。ごきげんよう。